魔物でも出やがったのか。何が起きているのか確かめておく必要がありそうだ。行こう。男たち、あの女性に何を。まあ熱くなっちゃって、あの子に追い出する気かしら。なんか放っておけねえ感じだぜ。やいてめえら、その姉ちゃんから離れやがれ。みんな今日も来てくれてありがとう。私のアクション見たい。見たい。毎日見てたら飽きちゃわない。愚問だぜ。ああ、なんでか知らねえが、カルメリーナちゃんと出会って俺たちはようやく一つになれたからな。嬉しい。みんなありがとう。カルメリーナちゃん、カルメリーナちゃん、カルメリーナちゃん。なんだこりゃ。すごいです、皆さん息ぴったりです。どうやら私の知らない世界が広がっているようだ。みんなお待たせ。それじゃあいつもの、いくよ。みんな見て見て、この円月輪、外はザクザク、中はゴリゴリ、すっごく危ないんだよ。それじゃあこれ上に投げちゃいます。バカな、あんなことが。いやー、あの姉ちゃんすっげー器用だな。大成功ピース。わー、すごいです。カルメリーナ、カルメリーナ、カルメリーナ。今日もみんなありがとう。おいら開いた口が塞がらなかったぜ。敏捷性、柔軟性、動体視力、どれをとっても常人の域を超えている。あの才能は少し羨ましいな。お、カルメリーナさんがこっちに来ました。帝国へ。うぎ、こんなところにまで嫌がるのかよ。一旦逃げた方が。いや、まだ私たちには気づいていないようだ。このまま人混みに紛れてやり過ごそう。だが万一ということもある。ルリア、隠れているんだ。失礼、カルワザ氏のカルメリーナ殿というのは貴殿でありますか。貴殿の噂は耳にしている。この町におられると聞いて、ぜひとも演技を拝見したいと思い。本当ですか？嬉しい。でもごめんなさい、今日はもう終わりなの。さようでありましたか。ようやく休暇が取れたというのに。残念だが仕方あるまい。お前たち行くぞ。失礼、カルメリーナ殿。でも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 、いつかまた来てくれるよね。はい。あなたも。もちろんです。あなたもね。お、当然だ。出たな、カルメリーナちゃんの必殺技が。あれをやられてまともでいられる男はいねえ。行くぞ、任務に戻る。帝国の連中もテレッテレじゃねえか。あの若の姉ちゃんすっげえな。確かにすごいな。計算高いというか、したたかというか。違うわ、あれは天然よ。狙ってやっているのではないわ。あ、ここのみんなは初めましてだ。どうだった私の演技。
いや、素晴らしかったよ。思わず見入ってしまった。あ、そうだ、心づけを。待て。確かに私たちも決して余裕があるわけではないが。さすがにそりゃケチすぎるっちゅうか。大丈夫だよ。もしよかったら。おい、ぼーっとしちまって大丈夫か？団長さんまでたぶらかすなんて、本当に恐ろしい子。ね？また見に来てくれると嬉しいな。はい！絶対見に行きます！私、すっごく感激しました！わ、ねえ、どこから出てきたの？たく、いきなり出てきたら、そりゃ若の姉ちゃんも驚くぜ。ごめんなさい。びっくりした。ねえねえ、今のどんな仕掛け？どんな種があるの？種も仕掛けも、あるといえば、あるような。ちょっと前にいろいろあったんだよな。あの時は大変だったぜ。ってよく見たら、喋るトカゲ、珍獣だ！な！おいらはトカゲでも珍獣でもねえや！幽霊ちゃんにおしゃべりトカゲちゃん。こんな芸人団見たことないよ。ねえねえ、もしかして私をスカウトに？あ、いや。私たちはただの奇空団であって、決して芸人の集まりでは。もったいない！もったいない！こんな才能人に見せなきゃもったいないよ！そうは言ってもよ、オイラたちあんまり目立つわけにはいかねえんだよな。目立つのが苦手か。やっぱりもったいない。そうだ！ねえねえ、しばらく私と一緒に旅をしてみない？いろんな街を回って、芸を見せて歩くの、すっごく楽しいよ。いやー、オイラたち、やっぱり人前で芸するってのは。大丈夫。私は街で芸を見せるけど、みんなはそれをお客さんたちと一緒に見てくれればいいの。お客さんたちの顔を見てれば、私が言ってること、みんなにきっと分かってもらえると思うから。人をびっくりさせるのは好き？私の芸を見ると、お客さんはね、最初ぎょっとして、うわっとなって、それから楽しそうに笑うんだよ。もし一緒に芸を見せたら、みんなきっとトップに立てるよ。どうかな？どうかな？おいらたち目指してるところがあるしな。にしてもよ、どうして若の姉ちゃんは一人で芸やってんだ？トップだなんだって言うなら、それこそサーカスにでも。実は前、宮廷お付きの道化師団にいたんだけど、遠征に来たと思ったら、なんかここに置いてかれちゃった。誰も迎えに来てくれないの。なるほどね。あなた、演技も性格も目立つものね。嫉妬でも買ったのかしら？こうして街角で演技をするのも大好きだけど、たまにお城の豪華な料理も恋しくなったりしちゃうよね。豪華な料理？お城に招かれてディナー、ちょっと興味ある？女の子、だから。はい、そうです、憧れます。女の子が、普通の女の子が憧れることだったら、私、してみたいです。いや、しかしルリア、気持ちはわかる。彼女の動向も私は構わないが、だが、普通の女の子とお城と大道芸、やはり何か色々とこう間違っている気が。お城への近道の一つだよ。やっぱり合わないなって思ったら言ってくれればいいからね。はい、お城とご飯、女の子の憧れなんですよね。頑張ります。